ちょっと気が早いが、今までお世話になったな。この島での暮らし、楽しかったぜ。ちょっとルーシーのアピールが。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は、2020年5月10日、日曜日の午後5時13分です。今日は特にお知らせはありませんが、昨日の映画の再放送、どなたかご覧になりました？もう何度も見てるお気に入りの映画ですが、昨日もやっぱり面白くって、今まだ余韻に浸ってるんです。ん？私言ったら個人的なテレビの感想なんて、すみません。静江さんテレビしか見てなくないなんか。それでは本日も良い一日をお過ごしください。母の日に触れないのね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんかさ、母の日の贈り物は、ね、もうすでにあったけど、マグカップが。でもなんか、ね、静江さんのアナウンスで、イベントというか、まあ、現実のそういう行事については触れるんかなって思いよったけん。びっくり。あ、見て見てこれ。またちょっとゴージャスめな格好に。このワンピースさ、なんか風船の中から出てきたんやけど、めっちゃ可愛くない？でもね、胸んとことか多分これ、モコモコかなって思うけん、冬仕様な気がするけど、まあまあまあ。あ、そっか、雑誌買ったんやった、たぬきショッピングで。あ、ハッピーホームアカデミー。あゆなさんのお部屋は 93,049 ポイント、ランク S、おめでとうございます。今回、お家の評価7万点を達成されましたので、記念品をお届けします。ハッピーホームアカデミー。何もらうの私、今度。もうほら、ね。金、銀、銅、全部揃ってるんだけど、あ、これか。銅のおうちトロフィー。トロフィーに変わった。なるほど。やっほー。おーす、元気からの心。おしゃべりしよう。アイラ島の平和はオイラに任せとけ。毎日パトロールしてるからな、の心。お任せするよ。つかね。お？どうした？アイナ、ちょっといいか？実はな、そろそろこの島、おー、タイミングよ。タイミングよ。昨日やったら3号さんおったのに。そろそろこの島から出ていこうから考えてるんだ。何もこの島が嫌になったわけじゃねえぞ。むしろ居心地は最高さ。だからこそ、新しい環境で自分を試したくなっちまった。これも男の差がってもんや、ってかわす。頑張って。なんでそんな状況やったのにルーシーばっかり押されおったんやろ。私ね、動画外でも何回か3号さんトライしたんやけどさ、結局ルーシーしか言われんかったけん無理やった。ちょっと気が早いが、今までお世話になったな。この島での暮らし、楽しかったぜ。ちょっとルーシーのアピールが。縁がありゃ、またどっかで顔を合わせることもあるだろうよ。その時はよろしくな、デコワス。野菜のバッグかわいい。ごきげんよう、アイナさん、よ。話しに来たよ。あなたとお話ししているだけで、なんだか楽しくなっちゃいます、よ。まあね、こうなんか順番に、いろいろと、ルーシーもそのうち、ね、他のこと交代みたいな感じで思う時もあるかもしれんけど、今のところはまだちょっと、出ていかないでいただきたいメンバーかな。間違えた。間違えた。超嫌がらせ。あ、アイラちゃんじゃん。あは。世間話でも。昨日ボイトル頑張りすぎて微妙に声がかすれてるんだよね。いつもはもっと可愛い声なんだけど。あは。自分で言うか。いや、しかし、可愛いから良き。あ、あったあった。さあ、今回は気合の入ってるお前。オイラレシピとか見ない方だけど、この間直感で作ったら最高傑作ができたんだ。我ながらすげえかっこいいから、特別に教えちゃうぞ。適当でもなんとかなるからさ。伝説の職人、アーサーより。アーサー？ライオン？誰やっけ？お、バーベル。ふんふん。バーベルのレシピを覚えた。バーベルって運動に使うやつよね。よね。なるほど、なるほど。アイダホとか好きそうやね。あ、これ前にさ、見たんやけど、やっぱりなんか中の船の種類が違うやつがあった。今私が飾っとるやつは、海賊やけど、たぬき商店に白い船のやつがあったわ。いろいろと種類があるもんなんやね。微妙に。お、あのパンダ。私が持っとったやつと違うタイプや。そちらの商品はパンダのシャオシャオでございます。私あれよね。シャンティーにあげたけど前のパンダのやつ。この子もあげたい。
パンダいっぱい飾ってくれんかな。んー、あ、これ欲しい。そちらの商品はシンセサイザーでございます。お値段は6万6000ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？持ってない。持ってない。ってことは4万ベルぐらい、ちょっと下ろしてくるか。ありがとうございました。そしてシャンティの家にも行ってみようっと。パンダ飾ってくれとるかな？てか家におるかな今。何二人とも。お互いになんか違う方向の窓の外を見てるんだけど。仲が悪いのって感じやね。はい、それじゃあ、ATM で、引き出し。で、4万ベルほどあ、もっと引き出しといた方がいいか。間違えた。間違えた。6万ベルぐらい引き落としとこっか。とりあえずね。いや、そんなにいらんかったかも。まあ、一応、たぬきショッピングをちょっと見て。スロップシンク。あー、どうかな。なんかこういうのさ、外とかにあったりするよね。ケケ賛美かいい。買います。芝刈り機。芝刈り機。スロップシンク。いや、いいかな、とりあえず。はい、それじゃあ。よし、シンセサイザーを買いに行きます。びっくりした。何？出ていけんってもうなんかアピールが。アピールがめちゃくちゃ。お、ツンドラさん。なんかしょっちゅうおる気がする。あら、こんなところで会うなんて、奇遇じゃない？なのだわ。おしゃべりしよう。これだけテイストの違う商品が集まっているのがこのお店の魅力よね。おかげで私たち、いろんな商品を買えるんだし、なのだわ。まあね、それはめちゃくちゃ思う。で、これが欲しいです。どうしよっかな、子供部屋とかに置こっか。はい、買います。何今。挨拶でもしたんかな。住民挨拶キャンペーン、たぬきマイル 200×2 ゲット。あれ、もう一個は経済を回そうかと思ったけど違うんや。なんだなんだ？あ、ショッピングで経済循環だらも。3段階目。肩書き、貪欲な性格、たぬきマイル、1000マイルゲット。マイルが順調に溜まっていく。そう、私またさ、アンチョビの家のところにもいろいろ置きたいものがあるんよね。アンチョビの家の周りだけ充実していくっていう。どうもー。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。店で買ってない服が私めちゃくちゃいっぱいあるんよね。風船から出てきたやつ。あ、アイナさんいらっしゃい。そうそう、過去のリメイクで使える布地、また新しいの作ってみたので、よかったらどうぞ。延々とくれる、ありがとう。最後はどういう風になるんやろうね。なんか、全種類もらった後。心を込めて作りましたから、よかったら使ってみてください。使えます、使えます。微妙に言葉変わった？はい、試着室使えます。ちょっとセレブからね、また、仕様を変えまして。てかさっきのさ、王子様シャツめっちゃ可愛いんやけど、この白いやつ。よくない？どうしようかな。鼻水？坊ちゃんや、坊ちゃん。やば、そんな、鼻水垂らしながら、ポーズを取られましても。いや、ここはやっぱり私、直感で服は選んでいこうと思いまして、王子様シャツめちゃくちゃ可愛い。やばい、可愛い。あとは、ロリータもいいなとは思うんだけども、ヘッドドレスかな？やっぱくるくる？どうなんやろ、普通の方が合う気がするな、なんか。てか、これ、眼帯。あー、でもな、眼帯より普通にパッチとかの方がいいな。ねえ、パッチとかの方がいい気がするよ。これで OK。なんか、黄色になったらさ、王子様感があんまりないよね。いや、可愛いんやけどね。なんか白のやつが一番王子様って感じじゃなかった？
で、そしてちょっと私はアンチョビのところへ、アンチョビの家の周りにいろいろと、まだ運動してたのね。どうしよう、この辺りでいいかな。私これ、ん?どこ行って?これか。わらぼしの柵。柵としてじゃないけど、なんかこういう感じで立てたくって。え、よくないよくない?え、めっちゃ感覚よくない?そういう感じ。シャンティ、あ、家におるやん。よしよし。パンダあげるわ。またしても。あ、前回のパンダ飾ってくれとる。ありがとう。てか初めて入ったわ、シャンティの家。こう見たら。え、やっぱ合う合う。ねえ、いいね。え、でも今回のこのパンダ渡したら、合わんくなるかな。なんかこれでちょうどいいような感じするね。ここ普段何があるんやろ。今必死で作りよるけど。あら、私が何を作ってるか、そんなに興味があるの?だってば。興味がある。これはね、金の延べ棒を作ってるところなの。いわゆる DIY ってやつね。金の延べ棒やば。自分の思ったものが形になっていくのってすごく刺激的なんだから。そうだ。よかったらあなたも作ってみない?金の延べ棒の作り方教えてあげればよ、だってば。何それ作ってどうするの?売り飛ばすの?知りたい。いい返事ね。嬉しいわ。このレシピを書いたメモがあるから、それをあなたにあげるわね。ありがとう。とっても簡単だから、きっとあなたなら材料さえあればすぐに作れちゃうはずよ、だってば。あれやね、家の中で黙々と金の延べ棒を作りよるって。すごいな。とりあえず覚えます。ふんふん。金の延べ棒のレシピを覚えた。よし。どうしよう、この部屋にはなんかこれが、普通にしっくりくる感じな気がする。私、今持ってるパンダのやつ別の子にあげようかな。パンダのシャオシャオ。か、ちょっと待って。金の延べ棒って普通に?おー、すげえ。一本かと思った。積み上がっとる感じなんや。やば。どうしたの?どうしたの、シャンティ。何があったの?ちょ、とりあえず。ねえ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 。パンダのシャオシャオいらない?やっほー、またあったね。あは。これもらって。え、あたいに?あは。はい、これあげ。間違えた!間違えてよ、返して。返して、欲しいものリスト4チェックしてた。マジで。マジで、この世界にも欲しいものリストがあるんすか。あたいの部屋に飾るね。どこに飾ろうかな。超悩む。あは。もらうだけじゃあたいの気が済まないしさ。このメイドの服、もらってよ。あは。あー、私のシンセサイザー。6万も出して買ったシンセサイザー。高い贈り物になってしまった。王子様からメイドへ。いや、王子様の方がいい、私。だいぶショックなんやけど。やばくない?ちょっともうしっかりと確認しないと。何をやってるんだ、私は。あー、シンセサイザー。シンセサイザーが。これはもうね、もう飾ってくれない。あ!見て、ピンクのチューリップができた。やったね。あれか。赤と白でできたってことか。こっちにもこれ多分ピンクやろ?やったー嬉しいピンクのチューリップ。よきよき。で、ちょっとさっきからそこをふわふわと飛んでる。あれ何?大ゴマダラかな?へい。大ゴマダラを捕まえた。ふわりふわりと優雅だな。まあ、大ゴマダラが、いい値段で売れたかどうかはちょっとよく覚えてないんやけど、でもあんまり飛んでないけん、ちょっととりあえず取っといた。ピンクのチューリップに今ちょっと感動した。かわいい。え、色味かわいい。でもあれやね、この動物の森の世界のピンクってさ、濃いよね。だいぶ濃いよね。どうしたって感じだわ。で、あとちょっと。はぁ、シンセサイザーショックがやばい。ちゃんと使ってね。はい、リメイクちょっと見てこ。チェック用の学習チェアで。新しく増えたのが、あ、チェック A が増えたんかな。え、チェック B? え、違う、チェック B はあれやね。自撮り格子があるけん違うね。ってことは、チェック A が増えたんや。このシンプルなパターンのやつ。あ、ここのやつ可愛いかも、この辺。
で？あ、これもかわいい。あ、この辺かわいい。いいね、いいね。使いやすいやつが増えてくれたら嬉しい。トラディショナルとかあんま使わんもん。この辺何？手拭いに使うの？って感じの。何これ、間、釜？あれよね。釜よね、多分。なんかおじいちゃんおばあちゃんの部屋作るのには良さげ。あ、雑誌も変えれる。どういう感じに変え、あ、なるほど。こういうやつや。今持ってるやつグルメなんよ。キッチンに置こうと思って。だけど、車の雑誌。すごいね。きっちり。ファッションの雑誌。ほうほう。で、アウトドア雑誌にリゾート雑誌、ミュージック、アイドル。へえ、すごい。まあ、一応私はグルメで置いとこっかな。でもなんか雑誌いろいろと何冊か買っといて、とか全シリーズあってもいいよね。良き。普通に良き。面白い。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、多分一応シンセサイザー一回買った件カタログから買えるとは思うんやけど、あー6万6万ベルのプレゼント、あー辛い。またね、そのうちお金もうちょっと余裕できた時に買おうかな。